とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器を使ってみようと思います。これ闘志の締め具の金色装備。これ三つ目だね。金色の締め具は三つ目なんだけども、これになんと、痛みサイクルがついてきてます。この痛みサイクルが結構ね、諸刃の剣なのよね。攻撃するごとに HP が減って、5回貯めれば、5倍のダメージを与えるっていう、結構攻撃面では強いけども、ダメージを食らうからなかなか使いようがないっていうやつだね。で、これを締め具で使うとどうなるのか。ボタンを1回押しっぱなしにすると、それで1回ダメージなのか、もしくは、拳を振り続けてる間ダメージがバーって減っていくのか、どっちなんだろう。前者だった場合は神武器だね。まあ、とりあえず行ってみましょう。どんな感じになるんでしょう。はてなはてなはてな、プラス25に行きます。では行きましょう。まあ、実際今使ってる締め具、まあ、ノーマルの締め具なんだけども、衝撃波輝き旋風。これでね、全然やっていけるのよ。で、これに金色装備として、痛みサイクルで、もしもむちゃくちゃ強かったら、もうとんでもない神武器がね、爆誕するわけよ。もうボス、一撃じゃないや。もうほんと、数秒で倒すぐらい、とんでもない威力を発揮すると思う。これでもね、まあ十分強いんだけど、もう段違いの強さになると思います。さあどうだろう。まあとりあえずね、このまんまボスのところまで行って、でそして使っていきますよ。これ成功したらとんでもないよ。本当にとんでもねえ威力の武器だ。成功してくれ、頼む。よし、次あたりか、ボスのところは。一応、攻撃力が上がってると、ちょっとよろしくないので、攻撃力プラスは、外しときましょう。もう消えるね。では、装備しまして、エンチャをつけましょう。金色スキルが8。レベル3。これなかなかいいね。で、旋風3でしょ?で、ここ真ん中が良くないのよ。エコー爆発。どっちもいまいち。まあ、爆発にしときましょう。で、ここ。痛みサイクル。どうなるだろうね。まあ一応、ドラを装備して、これで、行ってみたいと思います。どうなるだろうね。いくよ。あー、ダメだー。ダメだー。これは使えない。ダメだ。もう即 HP が1になってしまうから、これとてもじゃないけどこれ使えない。ダメだ。ダメ武器でしたー。